です今日はですね痛み止めのことを話したいんですねあ痛み止めがね手放せない方っていうのはどうしてもいるんですよね、生理痛がひどかったりだとか、ひ、まあ、膝の痛みとか腰の痛みとかね、それから頭痛ですよね、ふ、まあ、普段から痛み止めをどうしても手放せない方っていうのいるんですけれども、その痛み止めのね、まあ、怖さ、例えばね胃が荒れるっていうのはよく言われるんですよね、だから胃が荒れるからね胃薬一緒に飲んでおきましょうかみたいなことを言われると思うんですけども、実はですね胃だけじゃないんだよってことを知っておいてほしいっていう話なんですね。 で、この痛み止めに関してはですね、まあ、以前はね、胃カメラしか見れなかったので、まあ、胃の障害というのがよくわかっていたわけなんですけども、今はですね、その胃の障害を防ぐために胃薬ですね、かなり強い胃薬を飲むわけですね。そうすると一見ですね、胃には障害が、まあ、起きていない、だから大丈夫って思われがちなんですけども、今はですね、カプセル内視鏡といってですね、まあ、小腸の中を見る術ができたんですね。 まあそうしてみると、実はですね、痛み止めを飲むと、その小腸に悪影響を及ぼすと。小腸でね、腸が炎症起こったりだとか、それから小腸に潰瘍が起こったりだとか、まあ、粘膜が削れるようなことっていうのがですね、頻繁に起きてるんだよっていうことなんですね。で実際、カプセル内脂をでで、ね、検査したという研究があってですね、まあ、ジクロフェナクっていうお薬を2週間こう飲んだ後にですね、まあ、そのボランティアの人なんですね、特にこう常用してる人じゃないんですが、2週間飲んだ後に、カプセル内視鏡を見てみたらどうなったかっていう研究結果なんですね。 で、その2週間飲んだ後ですね、カプセル内視鏡を見てみると、なんと68%、7割ぐらいの人がですね、症状に何らかのこう障害が起こっていたよってことなんですね。それは、例えば、 えー、粘膜が削れるような状況であったりだとか、それから海洋って言われるね、ひどい削れ方であったりだとか、それから原因不明の出血など、などなどですね。まあそういったものを含めてですね、68%の人に、まあ小腸の方にトラブルが起こっていたということなんですね。これはですね、僕たちが想像している以上にですね、痛み止めというのが腸に対してダメージを与えるということなんですね。まあ腸にダメージを与えるということは潜在的なですね、痛み止めが例えば吸収障害を起こしたりだとか、それから、まあ当然出血ですよね。 出血に伴う貧血、それから過敏性腸症候群と言われるような胃腸のトラブル、ベースにですね、肝臓とか腎臓が悪い人であれば腸の中に出血することってですね、それらを悪化させる要因にもなるわけなんですね。でしかも痛みの目というのは、まあ、リーキーガットと言われるね、腸の透過性の更新という状態をですね、引き起こすということも研究結果で得られていますしまたですね、最近ではビフィズス菌とかね、それから 乳酸菌のような、まあ、いわゆる僕たちにとってですね、いいことをしてくれる善玉菌の種類を減らしてしまうという研究結果もあるんですね。ですので、まあ、痛み止めそのものがですね腸にかなりトラブルを引き起こしているんだということを理解してですね服用していかなきゃいけないということなんですね。だから、まあ、常用しなければいけないとか、いつもいつも飲まなければいけない、こんな事態はね避けなければいけないわけですね。 じゃあどうしてったらいいんだろうって話なんですけども、例えば女性の場合ですね、生理痛とかがひどくてどうしても飲まなきゃいけないっていう方がいるんですね。でその時にですね、いろいろと代替療法というか、ハーブとかを利用したですね、鎮痛効果のあるものがあるんだよってことをですね、いろいろ調べてほしいんですね。例えば、単純にですね、生理痛の時に一つ目として生姜ですね、生姜。 生姜も研究があってですね、これは2009年に報告されているものなんですけども、まあ、痛み止めと、それからもう一個はですね、生姜のパウダーですね、を 250mg、まあ、飲んでもらったらどうなったかって見た研究があるんですね。で、驚いたことに実際ですね、3日間それを服用するだけですね、まあ、痛み止めと同程度の生姜っていうのはね、あの、成立を抑える効果があったよっていうことが報告されています。他にもですね、ハーブのタイムですね、タイム。 タイムはですね。まあ、約25滴っていう結構大量な量ですけども、カプセルで服用するのと痛み止めと比べてみてもですね。まあ、全然遜色なかったみたいなんですね。で、これはですね。トリプルブラインドって言って。 3つのですね、何も入ってないタイム、痛み止めって、こう3つをですね、服用してもらったわけなんですけれども、飲んでる人は何を飲んでるか分かんないという状況でやったんですが、タイムって結構匂いきついんですね。だからどうやってこう隠してたのかなとちょっと不思議なんですけれども、まあ、いずれにしてもですね、タイムと痛み止めっていうのはですね、その効果としては同等だったっていうのも報告されていると。 他にもですね、シナモン。シナモンも同じくですね、月経痛に効果があるっていうのを報告されてるんですね。まあ、ただシナモンはですね、他の,そのタイムとかジンジャー、生姜のようにですね、まあ、結構同程度だよっていうところまではいってないですね。 まあ何もしないよりはですねかなり効いていると、しかもまあ効くまでに時間がかかるという感じだったんですけれども、8時間ぐらい経つと、何もしない群に比べてですねかなり痛みが取れたよと、ただまあやっぱり痛み止めよりは弱かったという研究結果なんですね。ただ、少なくともですねシナモンを使うことによって、痛み止めの量を減らせたということは間違いないわけですね。 他にもですね、例えば膝の痛みだと、まあ、ウコン、ターメリックっていうのはです、ね、全員研究結果として得られています。これは367人のですね、その膝の痛い人に対して、片側ですね、イブプロフェンという痛み止め、もう一方はですね、ターメリックの成分ですね、ウコンの成分をですね、1500mg 投与してみたらどうなったかっていうのを見たんですね。そうすると、まあ、痛みに関してはですね、ターメリックも痛み止めも変わらなかったよと。ただ、胃腸のトラブルがね、後的にターメリックが少なかったので、副作用少なかったですよという研究結果が得られています。 他にもですね膝の痛みに関してはあの漢方薬の成分である黄金ですね黄金とそれから緑茶を用いると、まあ、痛み止めのと同じ効果があったよというのもあったりするので結構、ですね調べてみると生薬とかそういった、ね、ハーブとかでですね痛みを抑える作用っていうのが期待できるものがあるんですね。 まあ、頭痛であったりだとか、例えばマグネシウムであったりだとか、それからハーブで言うとね、夏白菊とか、それからバターバーみたいなやつはですね、偏頭痛を抑える効果があるっていうふうにも報告されてますし、それからまあ腰痛だとね、まあ、ホワイトウィローっていうね、ハーブが有効だよみたいな研究結果あるわけですね。だからまあ、調べてみるとですね、痛み止めを使わずにチャレンジできることはいくつかあるってことをまず知ってほしいんですね。 少なくともそういったですね、ハーブとかっていうのは副作用ゼロではないんですね。実際ゼロではないですね。だから、厚生労働省もね、いろいろこう勧告をしてくれている、そういったページを見るとですね、探してもらうと分かると思うんですけど、あるんですけども、ただ、まずですね、その胃腸に対するダメージが少ないっていうことをまず強調したいわけです。そもそもね、痛みそのものがある人っていうのはですね、胃腸にトラブルを抱えていることが多いんですね。で、実際、良かれと思って痛み止めを飲んでいても、 実は胃腸の障害を引き起こしているということになる可能性があると。そうするとですね、結局痛いものが解決されずにですね、次回に持ち越しになっただけで、結局根本の解決されてないということがあり得るんですね。 ですので、まあ、痛みがある場合にはですね、他のいろいろな方法を試してみて、なるべくですね、痛み止めを使わなくて済むようにしていくってことが大事だという点と、あとですね、その腸のトラブルっていうか、まあ、腸の中の環境を、ね、整えていくことがですね、痛みを解決する手段になる可能性が十分あるので、腸内環境を整えていくためにはどうしたらいいかってこともですね、合わせてやっていく必要があるよということです。まあ、今日の話の、ね、役に立ったよという方は、高評価のボタンをお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。